皆さんこんにちは、ボディメイクトレーナーの中塚ゆかりです。今日も一緒にストレッチを行っていきましょう。今日のテーマも腰痛になります。では皆さん一緒に行いましょう。仰向けに寝ます。腰をしっかりと下につけてください。足を伸ばしてくださいね。この時に腰が痛かったってなるようだったらお膝曲げてってもらってもいいですけど、できたら伸ばしてください。まっすぐに寝ている感覚ですね。よーく感じてくださいね。はい、それでは右の足を抱えます。息を吸って、吐きながら胸の方にお膝を持ってきます。もう一度いきますね。まっすぐ、まっすぐ持ってきますよ。ふー、そしたらこの指先を膝のところにつけてください。膝の内側につけますね。この膝を左側がまっすぐな軸の状態でゆっくり左へ倒します。顔は右ですね。1、2というふうに息を吐きながら斜めに伸びているのを感じます。もう一回いきます。この時にこの足を大きく向こうに持っていってしまうと腰に負担がきますから、左側がきちんと軸になっている、でつま先がつける、この状態で軸をずらさないように背中の中心から伸ばしていきましょう。息を吐いて、はい、もう一回行いますね。今度は倒したら、この倒した方の右手を斜め上に伸ばして、まだ大丈夫だったら左手でももを触ります。そして膝から先を伸ばすと斜めにぐーっと伸びていきます。したり吐いたりしてください。膝を曲げて手を戻して一回抱えてください。もしこれ辛いようだったらね、ちょっとお休みしてくださいね。足を変えます。息を吸ってふーっと吐いていきましょう。はい、戻します。まっすぐ引き寄せてくる、まっすぐ引き寄せていきましょう。ふー、はい、では今度は右側が軸になります。つま先を内側に置いて右に倒します。顔は左を向きますね。はい、戻してもう一度です。はい、息を吸って吐きながらゆっくり倒していったら、手を置いて上と斜め下に伸ばしていきます。気持ちよくゴムが伸びるように、脇の下だとかいろんなとこが伸びてきますので感じてください。はい、戻してお膝を抱えて、太ももを軽く持ち上げて下ろして少しリラックスをしてください。